ありがとうございます。10時45分ですね。はい。寒い。エアコンかな。寒い。寂しいです。寒いっすね。外見たら雪積もってました。溶けてないっすね、この寒さ。凍るんじゃねえか。いや、2月から本気出してきたね、雪が。はい、こうなるとは若干思ってたんだけどな。なんかどんどん季節がですね、なんかちょっと遅れてきてるような感じがしますね。はい。なんかね、はい。まあ、いいや。ということでいただきます。やることがない。2時5分でございますね。はい。マジで、ゼルダ。ゼルダしかやってないですね、今日は。はい。まあ、あと、掃除かな。掃除をちょこっとやりましたね。さらにね、断捨離を推し進めました。はい。これがオレンジ、これ売るやつなんですけども、ちょっとですね、プレステ5ですね。プレステ5とディスプレイ、これあるんですけど、この二つちょっと実家に持ち帰ろっかなと思っております。で、どっちみちですね、今現状、この楽天モバイル一本で、でやってるとですね、ゲームができないんですよね。はい。プレステ5。で、もうプレステ5やるときはもう実家に帰ってやろっかなって思ってます。どっちみち、エイペックスなんですよね。エイペックスがやりたくて、プレス5やってるようなもんだと。あ、けど、いろいろやりたいものもあるな。プレスナーも出ましたもんね、確か。リメイク版。FF も出たんでね、それもやりてえなとは思ってんすけど、中古でちょっと、型落ちしたやつを狙って、はい、おいおいやろうかと思っております。今ちょっとね、お金をね、使わないようにしておりますので。そうですね、とりあえずプレス5とディスプレイちょっと実家に持ち帰って、あれな、実家の方でですね、配信もできるような設備整えようかなと思っております。で、家でやるゲームはもう、こいつですね、スイッチだけでいいかなと。はい。こういうライフスタイルで、やってみようかなと思ってます。いつまで持つか分かんないですけどね。はい。また飽きて、プレス5こっち持ってくるかもしれないですけど、まあ、ちょっと一旦、雪がですね、止み終わって晴れましたらですね、ゴミ処理も考えつつですね、ちょっと、実家もね、実家の方にもですね、ゲーム環境、ゲームをする環境づくりをちょっとやっていきたいなと思っております。ということで、ほうじ茶をいただいております。何をするか今、何すっかな。ちょっと外出て散歩に行きたい気分なんですけど、ちょっと寒いんですよね。普通に0度なんですよ、0度。いやー、ちょこっと10分、20分散歩してこようかな。はい。今日ビチョビチョになるんだよなー。めんどくせえな。まあ、いや、はい。お茶飲んで落ち着きます。ということで、今何時ですかと。3時32分ですね。腹減ったな。飯買ってきますわ。はい。数日雪解けなそうっすね。一気に晴れてもらわないと。いやー、弱ったな。カレーうどんと焼きおにぎりです。いただきます。はい、お疲れ様です。ということで、今の時刻が、10時35分ですね。はい。あ、10時55分でございます。いやー、何もやってねえな。ずっとゼルダやってました。はい。で、まあ、ちょいちょい寝た感じなんで、今日の夜も眠れないっていう感じですね。っていうよりかは、もう、そろそろ晴れてほしいですね。二日雪だったんで、明日雪溶ければいいんですけどね。一回、ああ、なっちゃうとね、なかなか雪溶けないんですよね。はい。ということで、明日は三連休なんで、はい、地元にちょっとですね、出したいなと思っております。商品をですね。はい。売れればいいかな。はい。ということで、今日はおります。ということで、お疲れ様です。